さんこんこにちは特殊相対性理論アインシュタインの有名論文を読み解くということでですね今回ローレンツ変換の導出を行いたいなと思います。まあちょっとこうやってホワイトボードを引いてみるとですね、まあ、こちらがもう計算一色になってるわけですね。まあだから計算で面倒くさいなっていう方は後半はまあ見ないで結構です。まあ、前半の部分で要点をね 述べてみたいなローレンツ変換でどのように導出するのかという要点を前半で語りたいと思いますのでまあ、興味ある方は前半だけ見ていただけたらなと思います。まあ、計算にね興味がある方は後半も見ていってください。さあ「ローレンツ変換導出、えー」運動している物体の電気力学についてこれが論文タイトルですね。でセクション3番「座標系と時間の変換理論」。 えー、一つの座標形からこれに対して一応な平身運動している他の座標形の変換というセクションタイトルでこれがローレンツ変換を導出することになるわけですねこの章でですねでまあ、えー、目標はだからローレンツ変換導出ということですね、えー、これ、えー、一つの座標形がこれに対して一様な平身運動している他の座標形の変換この座標形がこの座標系のことを完成形と言いますねお互いに等速度直線運動している座標形 で仮定特殊相対性原理、ね、このようにね、えー、等速度直線動している座標形完成形のでは物理法則の形は同じですよっていう仮定ともう一つ の過程でローレンズ変換を導きますで。こちらの方が重要ですね高速度普遍の原理完成形同士において観測される高速度は常に一定つまり、えー、静止系においてですね等速度直線運動しているこうやって動いている座標系から発せられる高速度っていうのは常に一定ですよと、えー、静止系と一定のあ静止系と同じ速度ですよこの高速度普遍の原理によっていわゆるローレンズ変換 っていうねえー、私たちの常識とは違うような結果が導かれるような変換,変換式が導かれるわけですねだからこれが一番の原因ですね。いうことですねまあだから、うんまあ、少々行列式を表使用するんですけれども行列表示を使用するんですけれども、まあ、だからといって簡単なのかっていうとそうでもなくてですねまあちょっと、うん、煩雑。 難しい難しいというかめん,どめんどくさいややこしいって言い方の方がいいですねややこしい面もあって何の計算してるのか計算はそれほど難しくないんだけど一体これ何,なん何の計算してるのかなっていうことがまあ起きやすいのでまあ注意しましょうということですねさあ早速入っていきたいんですけどまあよまあ入っていくっていうか要点を述べていくんですけれどもえっ、ー、と、まあ、こうに書いたんですけれどもで、えー、論文はですね私はこちらのねアインシュタイン選手というものをね、えー 使って論文を見て見るるんんんででですすけけれれどどもも読、えー、この中にもね、えー、運動してる物体の電気力学がついてがあるわけですけどやっぱりこれ論文でローレンツ変化を導出するのは結構ね大変なんですよ難しいですよというわけでこちらのね相対性理論入門講義風間よし先生の本こちらを参考にさせていただきましたでこれから使う記号などもねこちらの本を参照して使ったりとし使ったりしておりますと まあちょっとつなちなみにですけども論文の方ではですね多変数関数の,あの,の合成関数の微分なんか変微分なんか出てきたりとかしてねちょっとちょっとやっぱり難しい省略されてる部分もあるのでやっぱりあの風間先生のね本などのね、えー、そういう、えー、もう市販されている、うん、教科書を使った方が分かりやすいこというのがあるかなというふうに思います。 まあでも根性がある人はね、論文をその,もそのも論文から、えー、ローレンツ変換同士を読み解くっていうのも面白いかもしれませんよね。さあ、えっ、ー、と、どこまで行きましたっけこちらですね。まあ、KK と K ダッシュ系。KK っいうのは静止系の座標系。で、ここから K ダッシュ系っていうね、正方向に速度 V で等速度直線運動している座標系を見るわけですよね。で、この時に KK からねダッシュ系にね、どのような、ね、変換、 法則があるかとか変換式になるかということを求めたいわけですねでまずもう一つ、えー、相対性原理と高速度不変の原理以外の原理としてはですね時間空間と時間の一様性から求めたい変換式か一時式であるとで空間と時間の一様性っていうのはね空間どこをうろつき回っても時間ねどのような時間、えー、経過してもですね何か得意な空間やりね時間、うん、変化が起きる。 わわけけはないわけですね一応だから空間っていうのはどこどの空間も一応変わらないし他の空間と変わらないし時間も同様ですよとそういう仮定のものからですねまあそんなに変換式そのものが複雑な形をしないでしょうということでね一時式で、まあ、このようにね、えー、x' を求める時には x と y と z と t の一時式でね、うん、求められますよ まあこれがこの空間と時間の一様性から導き出される過程の結論ですね。これ一時式になりますよと。で、えー、だから求めたいのはですね、この Lij がどのような形になってますかと。で、この Lij を求めることが新たな変換速を求められることになるというわけですね。この Lij は定数ですね。まあ、定数といってもまあ速度 V でね、運動してるんで、まあ、V の変数にはなるんですけど、V を固定してしまえばこれは変。 定数ととして、ね、考えることができま,すでまあこの形見ればわかるように、まあえー、行列ですね x'y'z't' を求めるのに xyzt っていうベクトルを、まあえー、行列のねこれがだから行列の成分になるわけですねこの lij っていうのがねで 4×4 正方行列 lij の成分を決定することとまあ等しいですねということですねだからこのまあ行列の成分を求める行列を知ってる人はこの行列の成分を求めることだねと いうことですねただまあ行列の知識というのは実はここまででまあほぼあとはいらないですねもう中学先ほど述べたように中学,中学校程度で習う数学の式計算でどんどんやっていくということになるわけですよねでまあもう一つちょっと仮定としましてですね経験の座標形として x チルダー x-vt というものを使用したいなとこれもアインシュタインの論文でもそうなってるんですけども そうするとですね、K' の X' と k 系のね、動いてない K の X が等しくなって、まあ便利ですよと。これはまあ一つの技術、テクニックですね。まあちょっと計算を簡単にするために、X チルダーっていうね、座標形を使いましょうということです。さあ要点、まだ要点は続きます。さあ、どのようなことを考えるか。k 系が静止形ですよね。まあ、XYZ っていうまあ3次元空間があって、 K' っていうのが最初 O と O' っていうのは重なり合ってるんですけども K' ュというのが速度 V で等速度直線運動をしているとこのことを考えましょうとで、えー、ローレンツ変換の導出について使う図は、えー、こちらの図1と図2とこちらのもう図3使う図はこの3つの図だけですさあ1つどういう図か K'、えー、動いてる うん、これ動いてるね動いてて、えー、動いた瞬間に光が発せられて L 1の距離にあるところに反射板がありますね。この時に光が最初に到達した時間が T' 1ダッシュで、えーまあ、T' 1ダッシュちょっと書いてないんですけど T' 1ダッシュでそこの座標が x' 1ダッシュで、えー、ということですよね。 で次ですねこの、うん、光が反射してまた KK ダッシュ K ダッシュの原点 O ダッシュに到達したよとその時が T2 ダッシュでこっちから見たら、えー、当然 T2 ということになるわけですよねでまず前半はこの2つの図から、えー、分かることを求めていきますということですねそして、えー、いろいろ計算した結果、えー、まず うん時間 CT ダッシュのローレンズ変化がどうなるのかっていうことを求めていきますね。はい。まあそうですね、もうちょっと8分も経ってしまったんで、一応要点ということなので、この要点でちょっと一回、えー、終わらせようかな、この動画を。まあ、えー、と後半戦はだからですね、まあ、こ計算になっていくわけですね。この計算についていろいろ語っていきたいなと思います。 さあ、えー、興味ある方は後半の方も見ていただけたらなというふうに思います。はい、えー、見ていただきましてありがとうございました。